どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と世界一かわいい日本ゾロのカイ君でーす。やったー、頑張っていきましょうね。はい、で今日はですね、以前映像の僕がカイ君に向かって指示してきたら、カイ君は言うことを聞くのかっていうのをやったんですよ。で、意外と律儀にね、指示を聞いておりまして、で、僕はふと思ったんです。僕以外の人でも言うことを聞くんじゃないかと。はい、で、僕がですね、独断と偏見で選ぶ、お猿さんが言うことを聞きそうな声をしている YouTuber の方、はい、っていうのがですね、まず2人いまして、2人、1人目がセイキンさんです。はい、ちょっと、はい、映像が乱れましたことをお詫び申し上げますで、1人目セイキンさんで、もう1人が、ちはやさんっていうゲーム実況をされてる方なんですけど、ね、いい声をされてるんですよね声で惚れてしまうんですけれども、選んだ基準としては、こう普段からちょっとこう声帯をね、こう開き気味でこう響く声をね、普段からしてらっしゃるところ、ね、で声高すぎず低すぎず、うん、ちょうどいい感じ、はい、っていうところを見て、まあ、この2人なんじゃないかというところで、で僕がね、今回 Twitter でちはやさんに連絡を取ってみました。はい、声使っていいっすかってそしたら、なんと OK をいただきました。やったー、ね、というわけで、コラボ動画でございまーすね、はい、さあ、ちはやさんの声で、かいくんに指示をしてもらいます、はい、でその指示の声をどこまで聞いてくれるのかというところをですね、今日検証していきたいと思います。はい、もう千早さんが気さくすぎて神かと思って頑張っていきましょうね。はい、これで、全く言うこと聞かないとかやめてよね、失礼になっちゃうからな。はい、というわけで頑張っていきましょう。お願いします。お願いします、ね、今回千早さんにね、声で指示してもらうのが、まず、気をつけ、気をつけっていうのと、この気をつけですね、とあとやったー、ね、手を挙げる、やったーね、とあと気をつけ、ピキーンピキーン、これピキーンですね。あ、そうね、ピキーンってやつかっこいいでしょ。ピキーンもね、結構こうピキーンもやったらすごいと思うこうやったーとね、一緒になっちゃうパターンが多いんですよ。はい、なんでこうピキーンもやったらなかなかだと思います。はい、とあと、これが一番難しいんですけど、もうここまでできたらもう神レベルと言っていいと思います。むしろなんか僕と変わってほしいぐらいね、セクシーポーズ、セクシーポーズっていうねこれやったらすごい、すごいです。このセクシーポーズ、セクシーポーズね、セクシーポーズね僕たちは何をやってんだろうかセクシーポーズね、ここまでやったらすごいです、まあ、どこまでいけるのかというのを、はい、これから千早さんの声でやっていきたいと思います。頑張っていきましょう。いや、緊張しますね。では行きましょう。はいはい、カイ君、気をつけ、気をつけよ、やったー、はい、気をつけ、ピキーン、ピキーン、はい、気をつけ、そのままよ、はい、カイ君おいで、おいでおいで、気をつけ、セクシーポーズ、セクシーポーズ何それ何それ俺見つけちゃったもんねみたいなどうせこれやろうみたいな謎を暴くっていう途中までやってたじゃん、途中までやってたねいやでもね、これ結構ね、多分こう聞いた方だと思います。うん、これすごいすごいですよ。なんで、まあ難しい動作にねなってくると、ちょっとなんか違和感あるなみたいな、変だなみたいな感じになりますけど、いやー、他の人でもやるもんだねちょ、感動しましたね。はい、頑張った、すげえ頑張った、海軍な。ここまでね、他の人の声で言うことを聞いたことは今までないので、これはもう日本一、お猿さんが言うことを聞く YouTuber の方ということで、ちはやさん、はい、言って差し支えないと思います。はい、拍手、おめでとうございます嬉しいか分かんないけどというわけで、以上、検証、お疲れ様でした。ね、で、ちなみに
あの千早さんのチャンネルの方でですね、あのなんとカイ君があのマリオになりまして、はい、でカイ君の動きを千早さんに実況してもらえるという、もう夢のようなね、企画の動画が上がっておりますので、かなりの力作になっております。はい、ぜひそちらもですねご覧いただければと思います。リンクはですねちゃんと貼っときますので、概要欄もですねちゃんと見てみてください。はい、というわけでバイバイ。Wow!